皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、女性の心に刺さるキャッチコピーを作るための脳トレーニングということについてお伝えしたいと思います。ですね、最近、ホームページを作る上で、ゼロから作る方を、指導するケースが多くなってるんですけれども、その時に一番最重要項目は、コンセプトといって、他にはないその人の教室だけの特徴とかっていうことを中心に作り込みをしていくわけなんですけれども、今度ですね、これの言語化が結構皆さん苦労するんですよね。言語化っていうのはただ単に文章を長く書いて教室の特徴を言うのではなくてですね、分かりやすくて短くて印象に残るキャッチフレーズ、いわゆるキャッチコピーと呼ばれるものなんですけれども、それで表現していく方がお客様というか生徒さんですねが見た時に、あ、この教室行きたいとかって思ってもらえるようになるわけなんで、キャッチコピーは結構重要でですね、その教室の中身がどんなに良くても、それを表すフレーズがいまいちだと、まずファストビューと言われる、初めてウェブサイトに訪れた時にその先を読むか読まないかっていうのを決める時にですね、外に行ってしまうみたいなことがあるので、重要視しているんです、重要視はしているんですが、それを上手に作れるかどうかっていうのは、皆さん普段そういうことを作っていないんですね。で、私は普段自分のウェブサイトでも作ってるし、添削をするということはその、クライアントさんの、状況を知った上で本人が作ってきた言葉を組み替えて、新しく、キャッチコピーを作るケースもあるんですね。ですから私はしょっちゅう作ってるんですよ。なので、割とこう慣れてる。それでも一生懸命考えなきゃいけない時とかありますけれどもね。なので作ったことがない方であればなおのこと作りにくいはずなので、それを今日は少しでも楽に作れるように脳トレですね公式みたいなものとかもあったりするので、それを交えながらちょっとお話をしていきたいと思います。まずですね、キャッチコピーはどういうふうにしてそもそも作っていくのかっていうのを分解していくとですね、何個か作り方があるんですね。まず、一つ目は、ターゲット、要は自分がこういう人に向かって発信しよう、でその人にとっての、良い点というか、お得になる点、ベネフィットっていうんですけど、お得になる点と、あと作られている商品ないしはレッスン、コースですね、それを伝え、これが一番王道の作り方ですね。例えばそのどんな人をこんな素敵な状態に変えるサービスです、商品です、でこの言い方が一番なんていうのかな、ベストというか一般的ですよね。どんな人にどんなふうに役立つ商品っていう書き方でもありなんですけれども、で例えばエネルギーチャージとかっていう栄養ドリンクとかねありましたけれども、忙しい人が20秒でチャージするバランス栄養ドリンクとかっていうね、そういうふうにすると、とりあえず忙しいけど20秒で栄養がチャージできるならいいかなと思って買うきっかけになりますよね。忙しい人ターゲット、どんなメリットがあるのか、20秒でエネルギーチャージとかね、でどんな商品、バランス栄養ドリンクって、そういうふうに続くわけなんで、これ一番割とオーソドックスタンダードな作り方になりますね。で、2つ目の作り方は、そうですね、一瞬「えなんだ?」とかね思うような言葉があって、そんで商品の特徴とかっていう例え方があります。例えばそうですね、そうですね、最初の時に、ロールケーキのキャッチコピーだったりする、ベルメゾンのサマーギフトで使われている言葉らしいんですけれども、ほっぺが落ちる、クエスチョンマークとびっくりエクスプレッションこうびっくりマークと両方ですね、ほっぺが落ちるぞっこんロールケーキっていう、そういうコピーですね。え何それっていうので、その先に商品がある。私もこれに近い作り方してますかね。自分の肩書きは非常識な
教室集客コンサルタント。教室集客コンサルタントでも商品名っていうか私自身の職業名ですね。まあ、教室集客コンサルタント、まあ単なる集客コンサルタントの中でも教室って入ってるだけでもまあ特徴的にはなるんですけども、そこの前に非常識なってか入っています。これがだから何非常識ってって思わず聞きたくなるようなまあ感じで書いているっていう感じになります。私はこの自分の肩書きを公式にっていうか2番目の、ね、やり方でやってます。で、3つ目が、なぜニョロニョロなのかみたいな、要はそうだな、なぜってね聞かれると、なぜそうだな、ビリギャルとかもそうなのかもしれないですね。なぜ偏差値30の私が東大に合格できたのか、あ、寝るだけでじゃないや、違う違う違う、なぜ偏差値30の私が1日5分勉強するだけで東大に受かることができたのかとかね まあそういう感じの、作り方とかね、ありますよね。だからなぜからスタートしますね。なぜ、叱らずに子供が言うことを聞くのか。だからこの前提は、子供は叱らないということを聞かないと思ってるお母さんとかには逆説的に、響く言葉になるので、え、何っていう意外な感じにしないといけないですよね。はい。なので、まあ、よくそういうのも使いますけど、私は営業職だったので、その営業っていうのは売り込みをする、売るっていう人っていうふうに思われているケースが高いので、私は売らない営業でしたっていう話をよく言います。売り込みはしない、自然に買いたくなっていただくように仕掛けるっていう感じなんですけどね。はい。まあ、そういうイメージで作っていくケースがあります。まあ、これが基本的にはキャッチコピーの作り方のベースになりますね。あとレッスン名とかコース名とかも、ただ単にそうですね、パンの教室とかだと、そうだな、なん、そうだな、パン基礎コース A とか、パン基礎コース B とかね、中級クラスとかっていう、まあ、分かりやすいんですけれども、内容は別にワクワクしないですよね。はい。なので、そのコースとかっていうネーミングもまあ結構大事でですね、これを習うとこんな風になれるかもとかっていう、まあそういう内容にした方が、まあ、本当はいいわけですよね。なので、例えば私は低糖質のパンのクラスとか持っていましたけれども、低糖質ダイエットパンを楽しむコースっていうことで、まあ、これはキーワードとキャッチコピーを両方入れているわけなんですけれども、低糖質でダイエットっていう人を中心に集めようと思ったんですよ、私が。低糖質っていうと本当に糖質制限をしている人をもちろん集めるっていうことはできるんですけれども、糖質制限の一応計算はしてはいるんですけれども、すごく厳密に計算をすると、作れるパン、デザインのパンがですね、制限が多くなってしまうんですね。だから低糖質、少し糖質を減らすっていう意味の糖質オフですね、のパンを提供する感じで言うと、お客様の層をダイエットをしたいかなっていう人に向けてやるっていうことにすれば、そこまで細かい制限、何グラムとかね、厳密なあれがなくても、まあまあ受け入れてもらえるだろう。で、そのついでといってはなんですけれども、低糖質をちゃんと主食にしたいっていう、糖質、まあ、遺伝子的にね、糖質制限のものを食べなくてはいけないっていうタイプの人は、まあ、反応してもらってもいいっていうような形で、だから誰にどんなメリットがあるのかっていうことを、まあ、中心にね、メニューとかも書いていくとよかったり、あとはメリットとかをね、入れるような言葉で、そのスイーツとかの名前を表現するとかありますよね。きれいに痩せる、低糖質、なんだろう、低糖質クッキーとかかな ちょっとあれですけど、今思いついて言っただけなんであれなんですけど、女性の場合にはキラキラとかとことんとか、なんかこういう形容詞とかね、そういうのが入るとすごくイメージがしやすいみたいなんで、
形容詞とかも入れながら表現するとかといいですよね。あとはその、まあ、サービスの名前とかでもですね、単なる例えば、オムライスとかがあった時に、そうですね、今だと生産者の名前とか入れるのかな、岐阜の、そうだな、じゃあ岐阜の伊藤さんが丹精込めて作ったに、朝どれ卵のふわとろオムライスとかですね。なんかそういう単なるオムライスじゃなくて、そういうこだわりとか製法を言ってあげると、すごくこう分かりやすいっていうか、想像がつきやすくなりますよね。あとはメリットですね。よくこれはもうイオン、私の家の近くにイオンとかありますけど、1日分の野菜が取れる、15品目入りのなんとか弁当 女子栄養大監修なんとか弁当とか、ヘルシー弁当とか名前忘れちゃいましたけど、そんなこと書いてあると、おっとかね、やっぱ思いますよね。あとは女性とかだったりすると、肌プルプルコラーゲン入りなんとか飲料とかね そういうのをやっぱり言ったりとかするといいですよね。あとはこだわりとか栽培とか、さっきみたいな産地とか、そういうものを言っていくっていうのも一つの手法になります。ですので、まあそういうのも研究はしなきゃいけないんですけど、じゃあどうやって研究するのっていう話ですよね。これは私も普段から割とやっている方法なんで、まあヒントになればと思いましてお伝えしますけれども、まずですね、一番簡単なのは電車で移動したりとかするケースが多い方はですね、電車の中吊り広告を見ますね。私、あとは立ってたとしても窓になんか貼ってありますよね、広告の。あのキャッチコピーってね、結構上手に作られてますね。雑誌のタイトルとか中吊りとかね、いろいろつってあって、今の、特集みたいなのを上手にこう表現してキャッチコピーとか、要はそれが良くなかったら雑誌買おうって思わないじゃないですか。だからそれをこう見て、自分の教室ないしは自分のお客さん、クライアントさんとかにこれ使えるかなと思うのはね、メモっときますね。携帯の中でメモってあるじゃないですか。そこの中にメモっといて、ある時それを開いてみるとか、あとは置き換え訓練とかやってますね。こうなんとかかんとかのどうたらとか、あ、これをじゃあこういうふうに置き換えてみようかな、お、できたみたいなね、そういうことをやったりとかします。はい。なので中吊りがまずヒントとして、まあ脳トレやるのに1個目ですよね。で、2個目がですね、本屋さんに行きますね。本屋さんはね、もう本当にキャッチコピーの宝庫ですね。まず雑誌のタイトル、これは中吊りでもちろん見れるんですけれども、その雑誌の本表紙そのものもそうだし、中のこういろんな記事の見出しですね、これとかも結構キャッチコピーとかが非常に、秀逸な感じで書かれているので、これはですね、練習するのにもってこいですね。はい。なのでポイントとしては、例えば今売れている、よく積まれているような雑誌のタイトルをもじって練習するとかですね、自分の領域にもじれるかどうかっていう練習。ベストセラーとかは、その音の響きそのものが皆さんにもう浸透しちゃってるので、逆に理解してもらいやすいんですよね。嫌われる勇気とかってあるじゃないですかね。あれも嫌われるっていうところを、なんたらかんたらの勇気とかっていうので変えてみるとかすると、それを知ってる人が、あ、それをもじったんだなって反応して理解してもらいやすいんですよね。だから今のトレンドとか、まあ流行ってる言葉とかをもじると、まあその時の旬なものとかはいいですね。普遍的に長くやるものをやると、なんか古びた感じがするので、ちょっと言葉には賞味期限とかもあったりするんですけれども、まあ上手に変更していくっていうののヒントにするのが一つ目ですね。で、あとはですね、自分の領域じゃない、業界から言葉引っ張ってくると、そこの中では斬新で新しい感じがしますよね。パン教室っていうのはもともと料理とかお菓子とか、その領域の食べ物領域なので、私の方は逆に IT とかですね、そういうビジネスの方の用語から引っ張ってきて作ったりとかっていうのをやったりとかね、
したことありますね。例えば電脳パン教室とかね、そういう言い方です。パンと電脳って全然関係ないじゃないですか。まあスカイプとかで教えるレッスンがあった時にそういうことを言ったりしてたんですけどね。なんでそういう違う業界から言葉を引っ張ってくるっていうのも斬新なものになってます。そして、帯ですね。帯、例えばこれ私の本なんですけど、ここの紫の部分がまあ帯と言われる部分ですね。で、例えば脱サロネーゼ宣言っていうふうにね、私書いてます。じゃあこれをもじって脱なんちゃらかんちゃら宣言ってやると、まあ、それもキャッチコピーになりますよね。はい。あともう一冊の本ですね、これよこしょ、はい、赤字の原因は集客量ではなく制約率にあったっていうね。これもなんちゃらかんちゃらの原因はなんとかではなくなんとかにあったとかね、こういう気づきを与えるようなキャッチコピーですね。まあ、私の本だけじゃなくてもうこういうのもいろいろ本出てます。なんでビジネス書とかはまあ確かにそれはそれで分かりやすいんですけど、まあ、そうじゃないものとかもね見て訓練するっていうのいいと思いますよ。帯はねすごくねそういう意味でキャッチコピーの宝庫ですね。もちろん私もこれを一生懸命考えて、出版社の方と相談して作っているコピーです。はい。で、まあ雑誌ですね。ターゲットが読みそうな雑誌、30代だったら30代、40代だったら40代とか、その人たちに刺さる言葉をもともと編集者出版社が知っていてですね、それで大体表紙に使ってます。だからそこから引っ張ってくるっていうのはやっぱりね いいですよ。例えば女性ファッション誌とかで、ね、冬の特集とかねあった時に運命変えちゃう冬私服とかねいうのがあって、でこれをじゃあ私がパン教室に、置き換えると運命変えちゃう冬のそうだな冬の贅沢シュトーレとかね、いろいろです。男性ファッション誌とかにもこんなのがあったみたいですね。男の価値はコートが語る、かっこいいですね。まあコートが語るっていうのは大体何でしょうかね、靴とかねよく言われますよね。だからコートが語るっていうのはなかなかコートまでおしゃれねする人いないでしょうから。私もそうですね、まあ時計とかも好きなので、ブランドものだからいいとか悪いとかっていう問題じゃなくて、まあ、単純に時計が好きなだけなんですけど、デザインがね綺麗ですよね。最近携帯で時間見ちゃうから時計としての機能はほとんどなく、ブレスレットに近い感覚になってますけどね、時計ってね。やっぱ男性もねかっこいい時計いろいろありますね。女性とかも、まあ、時計っていうのがあるんで、まあその時計とか靴はね価値を語るっていうのは割と一般的に知られてますけど、コートが語るとかっていう、またコートが語るだからコートを擬人化してますよね、手法としてはね。そういうのもまたほっはってするようなそういうコピーになってますので、見出しも結構ね要チェックです。はい。で、あとキャッチコピーとかをそうですね作る時のヒントとアイデアとかは、自分が普段経験しないような場所とか世界とかからもアイデアとかが出るので、例えば降りたことがない駅で降りるとかすると見慣れてない場所だから、私地方とか行くと駅とかの広告とかねやっぱり思わず見ちゃいますね。地方の駅とかにドドーンと大きく貼ってる観光ポスターとかもありますけれども、結構ね面白いですね、地方ならではの書き方になってるところがありますから。あとは、ご自身のターゲット30、40、50とかいろいろありますけど、そういう人たちが割とよく行くお店とか割とよく行く場所とかですね、そういうところにわざわざ行ってどういう行動をとってんのかなとかね、観察したりとか、どんな言葉使ってんのかなとか観察したりとかしたりたりします。あとですね、思い出したアイディアとか思いついちゃったアイディアってすぐ忘れちゃうんですよ。だからボイスメモでも構わないし、とにかくねメモは取っといた方がいいです。いつかどっかで使うかもしれないので、はい、そういう普段からね語彙集っていうか言葉の集まりを作っておくと、いざっていう時にすぐ作れたりとかねします。
あとはですね、普段話さない人、年齢層が違うとか業界領域が違う人と積極的に話すと全く新しいアイデアとか発想とかが出てくるので、そういう、人に触れ合うっていうのもポイントになってきます。で、もう一つですね、私がキャッチコピー作る時に心がけているのが、一般的な言葉ですね、平易な言葉、概念に近いものとかをなるべく使わないようにする。かわいいとか素敵とか綺麗とか安心安全健康とかおいしいとかね。おいしいは使ってもいいんですけど、どうおいしいかっていうその形容詞がその前についておいしい使うのはいいんですけど、本当にお料理とかパンとかお菓子の先生のですね、ウェブサイト見てると、まあ大概おいしいとかかわいいとか安心安全健康、まあ大体この辺りがね、くっつけたようにこうぐちゃぐちゃぐちゃってそれがくっついたようにオンパレードですね。ってことはどこの教室見ても全く同じに見えちゃうんですよね。特徴がわからない。で、そんな中でちょっと変わったコピーとか変わった特徴ポンって書かれると、この教室はちょっと違うぞとかね、そういう内容になるので、言ってることは一緒でもですね、その誰もが知ってて当たり前だよねっていう言葉だとスルーされちゃうんですよね。可愛いっていう言葉も本当に多く使う方多いですね。どう可愛いのかっていうのを私よく質問しますね、その作った方にね、新しく入った方とか。可愛いとか美味しい、これどう美味しいんですかとか、そのお客様はこういう方呼びたいんですよね、その人にとって美味しいっていうのはどういうことですかとかね。あなたは美味しいと思うことがその人が美味しいと思うかどうかは分からない。どちらかっていうとそのお客様の方の、感覚感想に近づけて言葉を作っていく方が売れます。私が美味しいと思う私がだとですね、私がな感じになっちゃうので自分が主語になっちゃいますよね。そうすると、お客様を意識して作っている言葉ではないので、ターゲットが響かないんですよね。響かないっていうことは反応がない、反応がないということは予約が入らないということになります。なので大概ですね、ウェブサイト診断とかをやっているとですね、まあそういう一般的な言葉のオンパレードで、ウェブサイトが作られてるケースとか、あとはブログもそうですね、これ鍛えないとねダメなんですけど、表現力が少ないと伝わらないんですよ。可愛いって言ったらじゃあどう可愛いの、美味しいって言ったらどう美味しいのっていうのを自分が意識して言葉を使っていく訓練をしないと、普通にその一言で片付けちゃいます。簡単ってどう簡単なのとかね、簡単に作れます、まあそれは分かります。じゃあどういうふうに簡単に作れるんですか、本当は1時間かかるところを30分でできる、これを簡単というのか、工程が10工程かかるところを私のレシピだったら3工程でできますとか、それを簡単っていうのか、使う道具が少ないことを簡単っていうのかとかですね、いろいろ簡単っていう基準があるじゃないですか。なのでそのあたりもですね、意識した上で発信していくっていうことが必要になります。なのでキャッチコピーをの作るための脳トレって言えば、さっき言った部分が肝になるんですけどね、中刷り、広告、雑誌の表紙、本の帯とか、このあたりをこう変換しながらキャッチコピー作っててみるとかっていうのをやるだけでも、まあ随分鍛えられると思いますね。たまにね、本屋さん行くといいですよ、リアルで。いろんな本、いろいろな風に、私もたまにそういうこう、もともと本は嫌いじゃないですよ、まあ私自身も本出してますからね、今どういう言葉が世の中流行ってんのかなっていうのを見るのには非常に世相がよく出る場所ですのでね、本屋さんはおすすめします。ということで、キャッチコピーを作るための脳トレのヒントを本日はお伝えしました。それでは。